はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もランクマッチやっていくんですけど、今回はダウンロードコンテンツ緑の仮面にて大幅に強化をもらったハッサムをね、使っていきたいなと思います。まあ、ハッサムね、もともと結構強い寄りのポケモンではあったんですけど、今回ね、この DLC でもらった強化が多分一番でかいんじゃないかなと思ってます。まあ、技のね、畑落とすとダブルインゴね、新たに習得したんですけど、まあ、ハッサムね、まあ、今回直帰で使うんだけど、もともとね、サイクル系のポケモンなんで、有利対面叩き落とすっていうのがね、やっぱシングル対戦では非常に強力であると。で、それに加えて、まあ、ダブルウィングっていう技、まあ、あんまり打たないなとは思ったんですけど、もともとね、このハッサムって、まあ、今の環境だと連撃ウラオスに対して、あまり強くない。まあ、打点がなかったんですよ。ただ今回ハッサムダブルウィングを習得したことによって、対面で連撃ウラオスにね、勝てるようになったので、まあ、そこら辺もね、だいぶ、ハッサムにとってはね、強化なんじゃないかなと思います。まあ、ハッサムね、まあ、もともと、結構強かったんですよ。で、さらに強化もらったら弱いわけはないと思うんですけど、ただ僕ね、あんまりハッサムね、好きじゃないんですよね。あの、対戦の性能は見た目とかもめちゃめちゃ好きなんですよ。っていうのも、まあ、ハッサムね、まあ、今までは、なんかハッサムと羽ばたく神の対面、まあ、ハッサムがシャドーボール圏内だけど、裏を読んでバレットパンチじゃなくて、まあ、トンボ返りだったり、まあ、畑落とすだったり、打たなきゃいけないような場面が、まあ、相手に使われていても自分で使っても多かったんで、まあ、そこら辺がね、この畑落とすを習得したことによって、まあ、どれほど変わるのかっていうのもね、ちょっと楽しみですね。はい、対戦相手のルートンさん、よろしくお願いいたします。初手神はね、ありがたいですね。で、まあ、今回の筒にメガネなんで、まあ、相手がエナジー、まあ、初手エナジー、今のトレンドだよね、この電磁波。いや、本当にね、厄介ってかめんどくさすぎる、この電磁波神環境が。ただま、今回直キャスタムなんで、まあ、神に対しては後投げ安定しつつ、まあ、打点としてマジカルフレームとか持たれてると厄介なんですけど、まあ、マジフレ持ってる神はね、まあ、トレンド的にはいないかな。だいたい電磁波。で、この電磁波を、マジか待って危ない耐えるけど耐え、最悪も、ま、これ最悪なんだけど。で、ハッサム。皆さん、ここですよ。やっぱハッサムと言ったら、畑落とします。まあ、だよね。オッケーオッケー。おい、結局やってること変わんないぞ。どうなってるんだ、ハッサム。そんなわけはない。おい、ちょっとこれ強化、最悪なんだけど。こっから、いや、これ俺がやりたかったこととしては、はい、ムーンフォースデンジャー、ハッサム全然構いませんよからの、まあ、有利対面、畑落とす。そして、まあ、サイクルを回してって、で、エナジー紙を流したら、包みのね、メガネ水テラスドロポンで、羽ばたく紙上から倒せるよみたいな感じで行きたかったんですけど、まあ、これはちょっとしょうがないですね。まあ、しょうがないとしか言いようがないぐらいには、ハッサムのマジカルフレームがね、ちょっと脅威ですね、あのターンは。まあ、相手からするとね、安定なんですけど、まあ、こっちからするとエナジーね、神はマジカルフレームがないもんで、あるというふうに動きたくなってしまったんで、まあ、結局、まあ、5つ目はたけたのは次からバレットパンチをね、神に対して打ちやすくなったんで、OK ですね。ただ、結局な、縛られたら打たなきゃいけないのが、やっぱハッサムの、お、相手居座ってきた。マジか。居座ってくるのはちょっと話が変わってくるけど、まあ、ただ、ここは一旦包みでいいかな。多分、何打ってんだろう。神速地震系でしょ？跳ねやすね。まあ、だったらここはね、まあ、相手からするとロトムバック考えてテラス切りづらいし、まあ、一旦レイビでいいかな。まあ、ハッサムの仕事は羽ばたく紙を流すことでもあったんで、まあ、これは、まあ、包みの一環作っていきたいですよね。まあ、ロトム引っ込めてもいいけど、なんかロトム引くのがちょっと後手後手になって荒らされちゃう可能性あるし、ここね、ワンチャン神来るみたいなこともあるんで、いや、そうだよ。多分神だと思う。これね、ロトム投げるかちょっと迷ったんだけど、あ、オッケー。ハッサムね、まあ、この試合、畑打ったのが生きてるかと言われると、まあ、あんまり生きてないっすね。正直。はい、冷凍ミムで倒しに行きましょう。まあ、これ、エナジー神をね、ハッサムが流してくれたんで、まあ、包み、メガネで上から2回動けると。で、神突破。まあ、裏次第ではね、まだハッサム役に立つんですけど、まあ、ハッサムな4倍弱点。まあ、結構読まれやすいんだよね。ここのハッサム引きって。ミミッキュ。ミミッキュか。いや、でもこれはね、水ロットムで相手積んでるんだよね。まあ、海流が多分神速地震系だから、まあ、水ロトムが5テラしたら打点ないんで、まあ、ここは包みで居座っちゃいますか。まあ、そもそも、玉じゃれプラス影は耐えないか。あ、耐えないね。まあ、耐えないけど、まあ、いいでしょう。ウッドハンマー。ああ、いい技持ってるね。いや、どうしようかな、これ。まあ、ミニッキの技構成次第だけど、
まあ、変にハッサムから入っちゃう。ハッサム、ちょ、マジカルフレーム打たれたせいで何もできてないけど、まあ、とりあえずここはロトム投げて、まあ、ウッドハンマー見てるんで、これ、草テラウッドハンマーをね、警戒しなきゃいけないんですよ。で、まあ、多分このゴテラロトムが残ってれば、カイルには勝てると思うんで、まあ、ここはテラスキってイカ様でいいかな。まあ、ちょっとね、この試合は、まあ、今までのハッサムと何もか、まあ、畑打てたのはちょっと強いけど、まあ、何も変わらず縛られた対面で、裏にめがけて技を押すというね、まあ、ハッサムの、まあ、いいところでもあり、悪いところみたいなね、試合になったんですけど、ちょ、2戦目はちょっとね、畑か、ウィング、活躍させていきたいですね。はいはいはい。まあ、これがね、まあ、ハッサムね、そう、強い。いや、てか、相手しててもハッサム今強いんですよ、本当に。まあ、畑落とすが、だこの間、残飯ラッシャー使ってたんだけど、残飯叩かれるせいで、今までハッサムって、泥棒以外で残飯奪えなかったから、なんかお盆の実を消費してない状態だとハッサムってヘイラッシャーに何もできなかったんだけど、まあ今ね、畑落とすでアイテム落とせるから、相手してるとね、やっぱめっちゃ強いなって感じるわ。今までも強かったのに、まあそれ以上に強くなってるなっていう風には感じてますね。これ打点ないよね、オッケー。まあロトムが強い試合だったかな。うん。まあハッサムがやったことはエナジー紙を流して、素早さをね、逆転させるという感じでしたね。対戦相手のルートンさん、ありがとうございました。それでは2試合目どうぞ。はい、対戦相手の方が見つかりました。マイキーさん、よろしくお願いいたします。これ巨人王はね、今回の構築メガネ包みの水テラスドロポンと海流のハチマキ激鱗で、まあ、ぶっ放すしかないので、まあ、包み海流のクッションとして、まあ、これハッサム投げるっていう形でいいかな。まあ、包みを通していく上で神のねスカーフムーンフォとか結構厄介だし、まあ1戦目でも当たったエナジーとかも厄介なんで、まあ、包み投げるなら絶対ハッサム投げたいですね。まあ、ハッサムって、ま、直気も出せてると結構、ま、もともと受けポケモンに弱かったけど、はたきのおかげで、なんか巨人音出しに食べ残しをはたくっていうリスクを負わせることができるようになったんで、まあ、ハッサム、ま、投げてっていいかな。まあ、ハッサム包みで、まあ、包み初手投げるとちょっと、いや、包み初手でいいな。包み初手ハッサムでいこう。まあ、ハッサムからなんかトンボ返りで包み繋ぐのもありなんですけど、まあ、有利対面、まあ、初手巨人来た時に重すぎるんで、まあ、包みで圧力かけて、まあ、クッションのハッサム。そして、最後、スイーパーのカイルという感じの選出でいきたいなと思います。まあ、今回、ぶっちゃけ巨人音ちょっと切ってるんで、まあ、メガネ水テラスドロップをね、ランダします。はい、連打します。はい、ということで、よろしくお願いいたします。まあ、ハッサムね、畑落とす。まあ、ダブルウィングはね、まあ、なんか、使いどころはぶっちゃけ難しいような気がするんだけど、ダブルウィングより畑落とすやっぱ強いですよね。まあ、もともとなんか、お盆の実を持ったハッサムは、まあ、泥棒結構強いんですよ。あ、お盆の実を消費した後に泥棒で相手のアイテムを奪う。ただね、それ、なんかメガネサーフ号のメガネを盗んだりするとなんかちょっと微妙なんだよね。まあ、泥棒強い面もあるけど弱い面もあると。で、畑はそんなにデメリットがない。で、一方なんか直機がサーフ号に打点持つ時って泥棒だったんだけど、まあ弱いのよ。直機ハッサムの泥棒って技が。だからまあ直機ハッサムが、畑落とす覚えたのは結構強いですね。で、ここはまあ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 、毎回言ってますけど、有利対面取ったら畑落とす。これね、サイクルにおいて、相手の情報をゲットすることができるっていうのが強い。ウーラオス。まあ、ダブルウィング打てたら強かったね。だからその有利対面の、まあ、技選択次第では、ハッサム本当にね、どこまでも強くなれる。まあなんならトンボ返りでもいいからね。まあ、ここはダブルウィングでいいかな。まあ裏に引っ込めて、海流引っ込めてもいいけど、なんかその後、レートパンチのケアするのが難しいんで、インファイト OK。これはウィングで落とせますね。まあ、インファイト打ってくれたら、まあ、ダブルウィングで絶対落ちるかな。まあ、そもそもなんかダブルウィングね、なんかバレットと含めてウーラオス倒せたりもするんで、なんか今までってそのウーラオスの対面、めっちゃ水流連打の大ダメージを食らいながら、トンボ返りからの、まあ、包みとか、神みたいな動きしかできなかったんだけど、まあ、これ結局対面的にも動かし合う、え、まあ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 、バレットパンチ、打ってるよね。まあ、打ち分けてんの見せてるから、まあ、テラスしてくるのか、タスキなのかわかんないけど、バレット、これ死ぬぞ。ナイス！オッケー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 。神倒して、え、ラスト誰なんだろう。まあ、もしかすると、なんか巨人音とかで、あ、巨人音だよね。まあ、叩かれるのを嫌った、みたいな感じあるけど、まあ、神が耐久に打ったらバレット乱数で耐えたりするからね。でもこれもう畑落として、巨人のアイテムを、
叩いたら、まあ、海流包みで多分勝てると思うんだよね。はい、塩月、まあ、これは倒されるけども、ハッサム十分ですね。だからハッサム、技強いな。さすがにバレット、包み紙に通る先制技、新速とかと違ってね、通る先制技バレット、対面操作のトンボ、剣の舞、叩き落とす、ダブルウィング。カイリーはね、今までももともと強かったのに、それ以上強くなったっていう感じはしますね。で、ここなんだけど、ちょっと難しくて、まあ、ただ、まあ、巨ジオンが変なテラスしてきたら、まあ、どっかで水テラスドラゴンとか打てばいいと思ってるんで、まあ、自信でいいかな。はい、テラスしてきました。まあ、フェアリーの可能性もある。ゴーストはもらったんじゃない？あ、そもそもね、食べ残しがなくなった巨ジオンって、カイリュウのハチマキ激に痛いし、まあ、包みの冷凍ビームも半分入るよね、HB だと。はい、塩漬け。で、これ食べ残しがなくなったんで、守るとか塩漬けとか、読み行動がしづらくなった。まあ、そう考えると、一回ここを包みに引いて、まあ、塩漬け打たれました。その場合、冷凍ビームで圏内で、再生されました冷凍ビームプラス激凛で落とせるんで、まあ、これは負けないかな。まあ、海流で自信打ったのは、一旦相手のテラスを見たかったと。で、それだけなら包みのドロポンでもいいんだけど、ドロポンは外す可能性があって、外したら相手のテラス切らない可能性もあったんで、まあ、一旦ね、地震から入って、テラス切らせて、まあ、ここ冷凍ビーム打って、どうなんだろう、冷凍ビーム多分相当入るよ、HB には。あ、そうだよね、オッケーオッケーオッケー。で、食べ残しもないんで、メガネ冷凍ビーム2発で、守られても8撃で勝ちということで、まあ、これはもう負け筋がないんじゃないかなと思います。まあ、この試合はね、なんか、まあ、ぶっちゃけハッサムに対して神じゃなくて、まあ、巨人を投げられる方が、まあ、めんどくさかったんですけど、まあ、ただ、まあ、ハッサムの技自体はね、だいぶ通りましたね。やっぱダブルウィングもダブルウィングで強いですね。まあ、直帰が個人的には一番使いやすいかなと思って直帰使ったけど、まあ、対戦しててね、使われて嫌だったのが、剣舞、ダブルウィング、はたきバレットみたいな、そのトンボを切った対面チックに、もう対面のその積みエースみたいな形で使ってるハッサムとか当たってきつかったですね。まあ、多分 HAB の剣舞、お盆、はたき、ダブルウィングで、ゴリランダーとウーラウス、そのまま貫かれましたね。まあ、ダブルウィングが強かったなっていうのはあったんで、まあ、なんか剣舞アタッカーでもね、ダブルウィング採用されたことによって、なんかウーラオスに勝てるようになったのはでかいんじゃないかなと思います。対戦相手のマイキーさん、ありがとうございました。まあ、よかったらね、皆さん、ランクマ、ハッサム使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。